はい、ツアープロコーチの辻村晴之です。千田萌香です。今回は2人でレッスンとなります。よろしくお願いします。お願いします。はい、グリーン手前の上りのアプローチ、やってきました。はい、どういったことを考えますか？ここは距離があって、まあ、ラフではないのでスピンがかかりやすくなっているアンジュレーションでもあるので、うん、まあ、転がしたいアプローチを。そうだね、はい、ランニングだよね、これぐらいだと。じゃあランニングの時はどういったことを考える？まず上げるアプローチよりも転がすイメージの方がつきやすいので、うん、転がる距離をしっかり計算して いければいいなって思ってます。なるほど、はい、じゃあちょっと打ってもらおう。それは何番かな？今私9番持ってます。はい、じゃあ9番のランニングアプローチ、上りの。うん、ナイスタッチ。しっかりと上りにね、上っていったけども、なんか今グリップ変えたね。私普段こういうグリップ持ってるんですけど、インターロッキング、はい、はい、それを変えてオーバー、逆オーバーラッピングって言って、こういう形に。左手のグリップが上に来る感じだね。はい、それそうするとどういう？余計なスピンがかからないです。余計なスピンがかからない。っていうことはやっぱり転がすアプローチはもうスピンを入れないように。そうですね、やっぱり上りだと、まあ、うん、急に自分とイメージが違ったスピンがかかったりだとかすることが多いので。なるほど、はい、余計なスピンを逆に入れないと。はい、そのために逆オーバーラッピングで、逆オーバーラッピングすることによってどういう動きになるの？手の甲がすごく意識しやすいので、うん、どっちのこっち左手が。なるほど、はい、じゃあこの上の人差し指が上に来てる方の甲をあまり崩さない感じかな。はい、なるほど。じゃあもう一回ちょっと打ってもらおうかな。なるほど、うん、ナイストライ。見てるとロングパットのような感じがしたんだけど、 そんな感覚？パッティングのような動きに近いです。近いんだね。手首をあんまり使わないと、左手甲を安定させると。余計なスピンが入るときってどういうインパクトなの？やっぱり歯で入れてしまうことが多いと思います。うん、そうするとインパクトが点になりやすい。点になりますね。だからスピンがちょっとずっと入っちゃうと。はい、じゃあ逆に言ったら点にしないように滑らすイメージで。滑らすイメージ、はい、じゃあこれ 何度かな。これは52です。はい、52度も余計なスピンを入れない。じゃあもう一回お願いします。なるほど。まあ本当に今滑るように打ってるんだけど、グリップを普段のインターロッキングから逆オーバーラッピングに変えることによって、この左手の甲をそのままの面で体を回してやる感じで、余計なスピンを入れないように工夫してるってことだね。はい、スピンをかけるのも技術だけども、上りもしくは2段グリーンへ上っていく、重たいと分かっていて突っ込む時なんかはやっぱりスピン量を逆に減らして玉足を伸ばしてそこまで突っ込んでいく感じが必要だね。はい、アマチュアの皆さんもただスピンをかけることでだけではなく、グリーン周りスピンをかけないようなイメージで打つことによって、簡単に寄せるのがこの逆オーバーラッピングのグリップだと思います。ぜひ試してみてください。